虚無の前ではどんなに眩しい光でも儚いものに過ぎぬ。私に飲み込まれる定めよ。さあ、甘美なる果実よ、その命を捧げなさい。無に帰り、共に死の喜びを味わいましょう。生き絶えることこそあなたたちの宿命よ。破滅の女神、私はそうは思わない。神にとって私たちは塵同然の存在かもしれない。しかし私はいくつもの永遠を見てきた。ほん、申してみよ。では、私が見てきた永遠の物語を語ろう。永遠とは何か、それは受け継がれていく命の本流だ。物語は一羽の小鳥が死んだことから始まった。スズメ、行ってしまうのか。わしはお主からもらった信頼にまだ応えられてはおらん。我が力でそのものを守護霊として定着させよう。これでずっと一緒ですね、犬神さん。鳥の命は形を変えて友人のそばに居続けることができた。その後、ある町が大災害に見舞われた。いいか、この儀式は必ず成功させるのだ。これはまさか。バカな、人間どもにこんな力が。都の陰陽師一同の命を賭した儀式だ。あれの封印をわずかながらに引き延ばせる。ならばこそ頼む、生命よ。お主、都を。大勢の陰陽師が町を守るべく自らの肉体を石像に変え、その命を捧げた。さらに、この人とあやかしが存在する世界でもう一つの物語があった。アイカ、ブイ、大丈夫よ。お母さんはすぐ戻るからね。天罰が下る運命だというのなら、神様よ、私が代わりにそれを受けましょう。私はあなたの代わりに天命に抗う。だからあなたも私の代わりに生きて。異なる種族も互いの命を生かすことができる。ならば命は一体何のためにあるのか。花は人に愛されるために存在するものなの。華やかさはひとときのもの。花や舞と呼ばれるも、そうでないものもある。今までありがとう。私は自由になりたいの。命は自由のためにある。父上、今日私がこの永遠の苦しみを断ち切ります。命は海に浮かぶ船のようなものだ。いずれ海の果てに消えてゆく。全ての命がその行き着くべき場所に帰っていく。終わりがあるからこそ大切にする価値がある。俺は負けられねえんだ。鈴鹿山の民や子供たちの未来につながる戦なんだ。俺からの最後の命令だ。お前らはしっかりと生きてゆけ。それだけではない。命は故郷の存続と一族の未来のためのものでもある。カグラ、ごめんね。あなたを生贄になんて。そのカグラ鈴はお前には似合わない。決して、決して生贄などにさせるものか。
俺はこれより千年後の未来にヤマタノオロチの討伐に向かう。そして高天ヶ原に戻って審判を解け、その後命果てよ。結末を知ってなおそれでも運命に抗おうとする。命は生まれた時から死に向かってかけていく。例えば風に吹き散らされたあのタンポポ、それは儚かった命であろう。しかし空を舞うタンポポの種には生の希望が宿っている。残酷な死を前にして命は最も綺麗な花を咲き誇らせる。こうして一瞬に輝く無数の命は永遠になる。永遠とは受け継がれていく命であり、絆であり、未来であり、それこそがすなわち契約だ。己を燃やし未来へ進む道を照らす命たちよ、今一度私と契約を交わしたまえ。救急如立よ。この世の命は決して運命に屈しない。邪神だろうと創世神だろうと星々の輝きを遮ることはできない。一緒に未来へ行きましょう。光は必ず闇を打ち砕きましょう。この生命がこの世界の正義と安寧を守ると誓おう。